教えてやったらきっとびっくりするだろうな。今日のペーターは何やら気になることがありそうでした。ペーター！でもどうせ教えてやらなくちゃならないんだから。にとっても全く寝耳に水の話でした。ペーター、おはよう。遅れてすまなかったね。ううん、雪がまだなんだ。ああ、かわいそうだけど仕方ないさね。え、雪がどうかしたの？お前にはまだ言ってなかったのかい？ストラールさんは雪を潰すつもりらしいよ。え、ほんとそれ？ああ、そう言っていたがね。ほら、来たよ。いや、遅れてすまん。こいつの乳を絞るのに手間取ってな。雪を潰すって本当なの？いや、お前に山へ連れてってもらうのもこの夏限りだな。雪、本当にどうしても潰しちゃうの？ああ、体がちっとも大きくならんし、大乳の出が悪くて分かっておいてな。かわいそうだが、やむを得んだろう。ユキ！
どうも変よ、今日のペーターは。なんかブーッとしてたと思ったら、お昼寝もせずに今度はユキちゃんにこんなに優しくしたり。ねえ、ハイジ。ん？何よ。何？お昼にしようか。ああ、お弁当のこと？大丈夫。チーズもパンもどっさり持ってきたわ。そんなことじゃないよ。はあ？どうしたの？なんかあったの、ペーター？どうせ言わなくちゃならないんだ。何を？何をよ。ユキが潰されるんだ。潰す？ユキがこの夏が終わったら殺されるんだよ。嘘、嘘よ。ね、そんなの嘘でしょ。嘘だったらいいんだ。今朝シュトラールさんが言ってたんだ。ユキは大きくならないし、父は出ないし。いやいや、いやよ、そんなの嘘でしょ。嘘なもんか。村では父の出ないヤギを潰すなんてことはよくやることさ。ペーター、ペーターは平気なの？バカ！平気なもんか。されちゃうの、ゆきちゃん。ねえ、おじいさん。ゆきはシュトラールのヤギだからな。あいつが考えたことなら。シュトラールさんのヤギなら、そう考えたことなら、ゆきちゃんが殺されてもいいの？ハイジ。村の連中がヤギを飼うのは可愛がってやるためじゃない。暮らしのためなんだ。おじいさんだってそうなんだよ。この白や熊の乳を飲んだり、チーズを作って食べたり、売ってパンと買えたりするためなんだ。だから父の出ないヤギは。ユキちゃんが殺されるなんて嫌、絶対嫌。もう寝なさい。遅いぞ。おじいさん。ん？本当にどうにもならないの？ね、どうにもならないの？そうだ、ハイジ。この世の中には仕方のないことがいっぱいある。どうにもならないことがいっぱいある。だが、それに負けてしまっては暮らしてはいけないんだ。ゆきちゃん！
ハイジン。気がついたか。ユキが殺されるの。すごいうなされようだった。ユキの名前を何度も呼んでいた。ユキが無知でぶたれて連れてかれたの。ひどい汗だ。いくら追っかけても追いつかないの。ユキが落ちていくの。水だ、飲みなさい。もう一杯飲むか。ううん、もういい。ねえおじいさん、どうしてもダメなの。殺されちゃうの。助けることはできないの。ユキの父が出るようになることを考えるしかないだろうが、果たして今から間に合うかどうか。何？何なのそれ。薬草を食べさせるんだ。薬草？うん、岩場の影や崖の岩の間に肉が厚くて匂いの強い草が生えているはずだ。匂いの強い草？そうだ。そいつを探して食べさせたら、ユキももう少し乳が出るようになるかもしれん。少なくともいい乳が出るようにはなるだろう。それなんだわ。今日ペーターが取ってたの。おお、ペーターが。だがお前には無理だよ、ハイジ。今の仕事が一段落したらおじいさんも行って探してやろう。それまではペーターによく頼むことだ。うん、でも私も取るわ。だってたくさん食べさせた方がいいんでしょ。そりゃそうだが、岩場は危険だ。ううん、やる。私やるわ。はあ、ありがとうおじいさん。来る日からハイジはペーターと一緒に夢中になってその草を探して歩きました。あ、あそこにある。ハイジ、危ないよ、僕がやるよ。いいの、私に取らせて。あれは無理だったら。どんなにユキちゃんのことを思っていても、やはり高い崖を登ったり降りたりすることはとても怖いし難しいことでした。左だ。左の出っ張りに手かけるんだよ。左？左ってどっちなの？お椀持つ方。低い岩の間のを取ってくれよ。危ないところは僕がやるよ。ごめん、そうするわ。えっせ、よっと、こらしゅっと。ペタ見て、こんなにいっぱいあったわ。え？ほらね。あら、どうしたの？違うんだ。ほら。それでもハイジは少しでもたくさん草を取ろうと一生懸命でした。そしていつの間にか怖さを忘れ、危険なことも忘れてしまうのでした。出会ったのはそうね、あの冷たい
ハイジー、大丈夫かい、ハイジー。うん、大丈夫、大丈夫よ。ユキは？ほら、そこにいるよ。ユキちゃん、ユキちゃん。そうか、今さらよせと言っても聞きはせんだろう、あの子は。ペーター、お前も大変だろうが、ハイジにもしものことがないよう、よく注意を頼むぞ。うん、そうだ、明日からはヨーゼフも行かせよ、何かの役に立つかもしれん。うん、じゃあまた明日。ハイジ、それじゃ、お、うん、ハイジ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 、よっぽどくたびれたと見える。ハイジ、おじいさんがヨーゼフを山へよこしてくれたので、ハイジとペーターは安心して遠くまで匂いの良い草を探しに行くことができるようになりました。の心もハイジの心も完全に一つになっていました。そしておじいさんも木工用の珍しい木を高いところへ取りに行ったついでに、とびきり匂いの良い草を持って帰ってくれることもありました。時には朝から雨が降って、ペーターとヤギたちが山へ登ってこないこともありました。ハイジはそんな日には心配で一日中落ち着きませんでした。ハイジ、心配はいらん。おじいさんが見ても雪は間違いなく大きくなっているよ。本当？うん、さあ俺を手伝ってくれ。夏も終わりに近い頃、霧が出て草取りを諦めなければならない日が何日か続きました。そしてその霧を吹き払うかのように強い風の吹く明くる日のこと。ほら、あんなにたくさんあるわ。ダメだよ、あんな危ないところ風で吹き飛ばされちゃうよ。でも…ダメダメ、他を探そう。
なに生えてるところめったにないわ。とペーターはヨーゼフのおかげで助かりました。でもハイジは足をくじいてしまい、ペーターは全身擦り傷だらけです。二人の努力が実ってユキちゃんの命が助かると本当にいいのですが、ペーターは夏中頑張ってユキちゃんに匂いのいい草を食べさせました。やがて秋になり、ユキちゃんの潰されることなどすっかり忘れていたある朝、突然ペーターはシュトラールさんからもうユキは山にはやらないと聞かされます。二人の努力は何にもならないのでしょうか。そしてユキと別れなくてはならなくなった時、改めて怒りと悲しみがハイジを襲います。本当にユキちゃんは助からないのでしょうか。次回はユキちゃん、お楽しみにね。